ましたね。はい、やみました、はい、今日はね、この曇り、まあ、あのお天気になってくるとね、はい、いいと思うんですけれども、梅小路フェス2023です。なんと4年ぶりの開催となります。たくさんのご来場ありがとうございます。司会の津島京子です。よろしくお願いいたします、はい、そして司会の秋人です。よろしくお願いします。今日はエコちゃん、そしてシモンちゃん、そして竹の森、はい、来ていただいておりますけどね。3人です、はい、来てもらってますそして司会を紹介したいなと思いますね、はい、ご紹介いたしましょう。まずダンスの先生、ターボ先生。ターボです。おはようございます。サボです。はい、大きな拍手をお迎えください。そして若林直子先生。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。先生って言っちゃいましたが、まあ、あのキャラクターの先生ということで。キャラクターの先生です。ターボです。梅小路フェス2023ということで4年ぶりの開催ですね、はい、やっとこうして皆さんとお会いすることができました、はい、今日と明日2日間、皆さんと体験型のエコを考えるということをテーマに行ってまいります、はい、3月はこちらの梅小路公園、そして私たちはライブルーユ京都実行委員会ということで、5月に丸山公園音楽堂でライブルーユ京都を開催しております。それも4年ぶりということで、ね、そうなんですよね、はい、また今日と明日たくさんのステージイベントなどもありますので、そのあたりのこともお話ししながら楽しんでいきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、もうあの皆さんこちらの方で、うん、ウアンの方が早くから駆けつけてくださいまして、ね、どこが一番前ですかみたいな ね、はい、ね、やっぱりステージとちょっと空いてるじゃないですか。そうそうそう、だからどういう催しがあるかっていうのがちょっと分かんなかったりしてるので、はい、まあ、あの椅子が置いてあるとこは一応先頭ですよみたいなことを言いながら ね始めました、はい、さあ、ということで今日はいろいろステージ、ま、あのアーティストの方もたくさん来てますし、はい、今日もこういうふうに警察の方がもうかっこいい、バッとされますよ ね。さっきパトカーの中見せてもらいました。あら、乗ったことあるでしょ。乗ったことは後ろだけですほら、そんな話をしたら警察の後ろだけっていうのも皆さん経験あるじゃないですか、後ろぐらいはそんなことないですかね。ね、私たちの日々の安全を守っていただいております、はい、そうなんです。だから思いやりと何ですか、絆っていうんですかね。そうですよね、そこと大切にしたイベントにしたいなと思っております。はい、今日は、ね、はい、たくさんの方いらっしゃってます。思いやり、そして譲り合いの心が大切になってくるんですが、はい、やはりそれこそ交通安全ですよね。そうですよ、秋田さん、4月からヘルメット、はい、自転車のヘルメットが努力義務ということになりまして、そうです、皆さんね、はい、なんか中学の時はね、皆さんヘルメットかぶってね、あの京都市内大丈夫だって、ちょっと田舎の方に行くとヘルメットの人多かった。でも安全ですからね。安全です。ちょっとそのあたりのね、はい、詳しいことをお伺いしたいと思います。池田さん、よろしくお願いいたします。池田さん、よろしくお願いします。あ、どうぞ前の方に来てください。あ、ヘルメットかぶっていただいてて、あ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。4月から努力義務になるということで、はい、マイクお願いいたします、はい、詳しく教えていただけますか。はい、皆さんこんにちは、下行警察署交通課の池田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。先ほどね、司会の方からね、おっしゃった通り、今年の4月1日からですね、自転車用ヘルメットのですね、着用の努力義務化となります。これはなぜかと言いますと、自転車の交通事故でね、亡くなられた方の6割がですね、頭部の損傷によって、ね、亡くなられておられるんですよね。それを防ぐためにもですね、この4月の1日から皆さんヘルメットをかぶっていただくようよろしくお願いします。ヘルメットをかぶることによってですね、そういう頭部のね、負傷をする方がですね、3割はですね、減少できてことになっとるんですね、亡くなる方がですね。ですから皆さん、確実にね、ヘルメットをかぶっていただくようお願いします。あともう1点、ヘルメットをね、購入される場合はですね、この横の方にね、S マークとかですね、JIS マークといってですね、安全の規格がしっかりしたヘルメット、これをね、購入していただくようにお願いします。そしてヘルメットをかぶるときはですね、このね、おまりさんのように、顎ひくぼをしっかり締めていただいて、確実にかぶってですね、もしこの時脱落がないようにしてください。よろしくお願いします。皆様がね、交通事故に遭われず幸せになって生活を送れることを私らの祈っておりますので、よろしくお願いします。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
4月1日からですね、もう皆さんね、今日もあのこちらの方に自転車で来たよという方もね、はい、いらっしゃると思いますが、努力義務ということで、まあヘルメットかぶってるとやっぱ安全安心ですからね。はい、ご説明もいただきました、はい、さあそれでは続いてご紹介いたします。こちらの梅小路フェス2023に駆けつけてくださいました安田守向こう市長でございます。どうぞこちらまでお越しください。どうぞ大きな拍手でお迎えくださいませ。はい、よろしくお願いいたします。一言ちょうだいお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日はあの、梅小路フェス2023 4年ぶり開催されますの、本当におめでとうございます。また秋人さんはじめ、スタッフの方々本当にご苦労様です。今日はあのうちのキャラクターの竹の子凛と一緒に参加させていただいております。可愛いでしょ、割とね、あの子供たちにすごく人気あるんですけど、あの向こう島は皆さんご存知だと思うんですけど、ここから割と近くて、私の使ってる駅は桂川なんですけど、京都駅から2駅で、その隣に向こう町駅っていうのがあって、それはもう1駅なんですけど、実は向こう町駅ってあの明治9年にできて、京都駅明治10年なんです。だから本当は 京都の中で一番古い駅なんですけれども、まあまあそんなのはどうでもいいんですけど、それともう一つ自慢すると、京都って794年に遷都されたじゃないですか。その784年に遷都されたのは実は向こう市なんですよね。10年間でしたけど、その後京都に遷都されてますから、京都市の実はお10年お兄さんということで、向こう市に日本の首都があったということを皆さんも知っておいていただきたいと思います。あ、ところでですね、まあ、環境問題そしてエコロジーことがありまして、あの向こう市もカーボンゼロ宣言、2050年にはフラットにするという宣言させていただいたんですけど、まあ、その中で例えば庁舎をあのゼブといって、あの低エネルギーが低いあの庁舎で建てたり、上にあの太陽光パネルを作ったり、まあ、いろんなことをしてるんです。あの電気自動車を使ったり、自転車をバイクからアシストサイクルに変えたり。でも私たちこのなんかあのカーボンとか二酸化炭素といったら役所がやるもんやと思ってはるかもしれませんけど、実は役所では全然できないですね。市民、住民の皆さんが一人一人がやっていただくことでようやく達成できる目標ですので、ぜひ、まあ、あの、あんまり思ってないかもしれないですけど、他人事じゃない、私たちが一人一人がという思いで、の協力していただければありがたいと思います。このフェスタがその機会になりますことを祈っております。ありがとうございました。ありがとうございました。安田守向こう市長でございました。エコメッセージ、はい、どうぞ。こちらの方に来て、はい、さあ市長にですね、エコメッセージを、書いていただいております。皆さんにもですねエコメッセージ書いていただきたいなと思いますけど、これはこれ実はですね、はい、あのまず節電というのは、まあ、みんなやっておられると思うんですけど、はい、あの一人で大丈夫ですか。上に大丈夫です、はい、上に、はいはいはい、やっておられると思うんですけれども、あのこまめにあの電気つけたり消したりしてます。で、あの特に忘れがちなトイレは実はあの自動でつくようにしてるんですけど、あれトイレ入ってしばらくじっとしてると真っ暗になるんですね。だからこう体を動かしてつけ、まあ、そんなどうでもいいんですけど、それとあのマイボトルっていうのは、あのこれずいぶん前からやってまして、あの例えばペットボトルとか、あのボトルを出さない、キッカー工事風、すいません、出さない、あのゴミを出さないということで、あの自分であの長く使える、もう5年ぐらい使ってるボトルがあるんですけど、まあ、そこに水を入れてあの役所に持ってきたりしてます。で、このフータが何かと言いますと、これなんか役所でフータとかけと言われたんですけど、フータっていうのは実は去年台風大きいのありましてね、14号、その時にあの、まあ、向こう市もだいぶ大変やったんですけど、なんかうちの家の裏でニャーニャー泣くのがいましてね、そしたらこんな1ヶ月ぐらいのちっちゃいちっちゃい猫が水道管の中であの落ちてたんですよ。いや、上げたらピューッと走って、いやいやどうしようかと思ったんですけど、あのせっかくの機会なんで今でも飼ってるんです。で、その風太くん、風太くんがなんで環境やって、まあまあこれはあの二酸化炭素が多くなったおかげでものすごく気候変動が起こって、今までなかったあの台風やあの自然災害が起きてます。まあ、そういうことをあのこれからなくしていきたいなということを
言いたかったんですけど、全く風太くんは関係ないんで、でも風太くんすごく可愛くて我が家のアイドルで、向こう市の広報にも3回ぐらい登場したんですけど、はい、また注目してください。風太くん覚えてください、ね、ありがとうございます。すいません、はい、じゃあ師匠ありがとうございました。さあ行きましょうか。ありがとうございました、はい、さあ、師匠と一緒にですね、はい、スタート行きたいと思います。そうですね、はい、京都府警察音楽隊の皆様もこうしてセッティングしていただいておりますので、はい、ではみんなで一緒にスタートの合図をしたいと思います。はい、はい、ご準備よろしくお願いいたします。はい、じゃあ我々は少し下がりましょうかね。皆さんも一緒にご唱をお願いします。はい、どんな掛け声かと言いますと、もちろんこのイベントのタイトル梅小路フェス2023、はい、これですね。はい、はい、みんなで一緒に掛け声ちょっと一回練習しておきますか。はい、練習しましょうか、はい、なんかキャラクターショーみたいですけどね。はい、練習しましょうか。はい、では行きます。せーの、梅小路フェス2023スタートという感じで、まだです。はい、まだです。はい、すいませんね。はい、今練習でしたので、じゃあ本番いきましょうか。はい、では本番です。いきますよ。はい、せーの、梅小路フェス2023スタート。警察音楽隊カラーガード隊です。私たちは府民の皆様と警察とを結ぶ音の架け橋として、府内各地で演奏演技活動を行っています。オープニングはディズニーリゾートのナイトエンターテインメントファンタズミックのメインテーマに乗せて、カラーガード隊の華麗な演技をお送りしました。この季節らしい素敵な曲もお届けいたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。指揮者を紹介します。京都府警察音楽隊学長野々口卓です。次の曲は2003年に発売された森山直太朗さんの桜です。この曲はドキュメンタリー番組やテレビドラマの主題歌に使用されており、卒業式や桜ソングの定番曲になっています。澄み切った高音の美しさと日本語の素晴らしさが魅力的な曲です。桜、お楽しみください。
桜をお届けしました。次の曲は子供たちに大人気のドラえもんの曲です。星野源さんが作詞作曲したドラえもんで、映画の主題歌ですが、テレビアニメのテーマ曲にもなりました。とても楽しい曲です。ドラえもんお楽しみください。次は1979年にフォークバンド海援隊が歌った贈る言葉をお送りします。この曲はバンドのボーカル武田鉄矢さんの大学時代の失恋をもとに作られた曲ですが、学園ドラマ3年 B 組金八先生の第1シリーズの主題歌になったことから、卒業ソングの定番として今でも多くの人に愛されています。贈る言葉お楽しみください。
言葉をお届けしました。次が最後の曲です。最後の曲は人気ユニット YOASOBI が歌った群青です。聴く人の心を奮い立たせる応援ソングとして、お菓子の CM やテレビ番組の高校生ダンス部応援企画のテーマ曲、選抜高等学校野球大会の入場行進曲にも使用されました。カラーガード隊のショートフラッグ演技とともにお楽しみください。演奏演技を終わります。ありがとうございました。アンコールをいただきましたので、あと1曲演奏させていただきます。
シャツジャパンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。はい、どうもありがとうございました。素敵な演奏、どうもありがとうございました。カラーガード、カラーガードさんね、皆さんありがとうございました。かっこよかったですね。かわいくかっこよかったですね。はい、あんな触れないですよね、棒とかね、なかなか重たいですからね、はい、さあということで、さあ、ここにいてますのが、では、はい、